姉ちゃん、今度海外赴任でマンションを手放すかもって言ってたよね。ちょっと相談があるんだけど、そのお姉ちゃんのマンション私たちに貸してくれないかな。急にどうしたのよ。ごめんね、唐突に。実は私たち今のマンションを早く出たくて。何があったの？実はハヤトは会社を辞めたの。ずっと夢だった起業したんだよね。ハヤト君が？かなり立派な大手企業で働いてたのにすごい挑戦だね。確かにすごいんだけど、全然相談もなく勝手に辞めてきたんだよね。そうなの？それに起業したからってすぐに軌道に乗れるものでもないし、今はなるべく支出を抑えたいの。ユイたちって確かたまに住んでるのよね。結構いい立地と広さで家賃もかなり高いって言ってたもんね。起業はハヤトの夢だったから私も応援したいの。でもさすがに私の平凡会社員の給料だけじゃちょっと、家賃どころか生活費もいっぱいいっぱいなの。だからお姉ちゃんのマンションを私たちに貸してくれないかな。そういうことなら分かった、私のマンションに引っ越してきていいわよ。本当に？私もせっかく買ったマンションを本当は手放したくなかったの。でも貸し出すのもちょっと怖くて悩んでたんだよね。だからユイたちが借りてくれるなら嬉しいよ。嬉しい、ありがとう、本当に助かるよ。うん、でもさすがに家賃を払ってもらいたいんだよね。私もローンの支払いがあるし。もちろんそれは絶対に払うから、無償で貸してくれなんてわがまま言わないよ。じゃあ家賃はローンの分だけでいいよ。それでもかなり今までの家賃に比べたら安いと思うし。ありがとうお姉ちゃん、絶対に大切に住むからね。じゃあ詳しいことを後で話そっか。とりあえず私はもう今週でマンションから出ていく予定なの。それ以降なら引っ越しはいつでもいいからね。わかった、本当にありがとう。お姉ちゃんも海外赴任頑張ってね。みつくさん、これからお世話になります。早速マンションに荷物運び入れました。こちらこそよろしくお願いします。二人の前に住んでいたマンションに比べたら狭いだろうけどね。なあ、それはそうですね。想像以上に狭くてびっくりしちゃいました。え？窓から見える景色も微妙だし、立地も断然前のタワマンの方がいいけど、まあ今はそんなこと言ってられませんから。それは私のマンションが気に入らないってことかな。別に無理に暮らさなくてもいいんだけど。あ、いや、でもちゃんと感謝してますよ。ただやっぱり前の家の方が居心地良かったなって思っちゃって。高級マンションの良さを知っちゃうとね。まあ私のマンションはおしゃれな高級タワマンじゃないからね。普通のマンションだし、ジムもプールも併設されてないし、慣れるまで時間がかかるかもしれないね。いやー、この俺がこんなところに住むなんて、人生何が起きるかわからないですね。企業の方は順調なのかな。まだ軌道に乗ってないって良いからは聞いてるけど。まあまあですね、悪くはないけど、でも全然これからって感じなんで、平凡企業勤めの美月さんには想像つかないかもしれませんが。そうかもね。私は起業したいと思ったこともないし、でも起業は大変なことは理解できるし、応援してるから頑張ってね。ははっ、美月さんに応援されなくても当然頑張りますよ。でもマンションのことはありがとうございます。それじゃあ俺早速仕事したいんで失礼しますね。ゆい、最近どう？マンション暮らしにも慣れたかな？うん、お姉ちゃんのおかげで節約もできてるし、本当に感謝してるよ。そっか、それじゃあハヤト君の会社の方は軌道に乗ってきたかな？それが正直まだなかなか安定しなくて、かなり前途多難って感じかな。でもハヤトなりに毎日頑張ってるみたい。そう、頑張ってね。ただちょっと言いにくいんだけどね、会社がまだ順調じゃないのは大変だと思うけど、家賃だけはちゃんと払ってくれないかな。え？早速家賃が支払われてなかったの。家族だからこそここはきっちり約束を守ってほしいな。どういうこと？ちゃんと今月分お姉ちゃんの口座に振り込んでるよ。え？でも口座にまだ入ってきてないんだけど。毎月20日に振り込むって約束したのにもう1週間過ぎてたから。そんなはずないよ、ハヤトが振り込んだって言ってたし。あれ、家計管理はハヤト君がしてるの？いつもユイが担当してたよね。うん、今は全部彼に任せてるの。起業を機に完全在宅業務になったからさ、家のことも俺に任せていいよって言ってくれてね。会社の経費管理もあるし、家計担当も一緒にやってもらってるの。そうなの？じゃあ念のためハヤト君にも確認しておいてくれる？うん、すぐにハヤトに聞いてみる。もしハヤトが振り込みを忘れてたなら本当にごめんね。確認してすぐに振り込むから。
ゆい、もういい加減にして。結局最初からずっと家賃が振り込まれてないじゃない。え、最初からずっと？これじゃ話が違うじゃない。家族だから信用して家を貸したのにがっかりしたよ。ちょっと待ってお姉ちゃん。また振り込まれてないの？家族だからこそ約束を守るべきでしょ？それとも私なら許してくれると思った？家計に困ってるって言えば見逃してくれるって思ったの？あ、違う。そんなこと思ってないよ。悪いけど私はお金絡みで家族と揉めたくないの。これからも家族同士仲良くしたいからこそ厳しく言うわ。家賃が払えないなら出て行ってくれる？ちゃんと振り込んでるよ。え？あの、本当にちゃんと振り込んでるの。私毎月ハヤトが振り込んだか確認してるし、ハヤトもちゃんと振り込んだって言ってるの。じゃあなんで私の口座には入ってこないの？これってどういうことかしら。ねえお姉ちゃん、少しだけ時間くれない？私ハヤトのパソコンこっそり調べてくるよ。こっそり？普通に見せてもらえばいいじゃない。実は振込明細とかは絶対に見せてくれないんだよね。我が家が使ってるのはネット銀行だから、基本は明細もネット管理なの。でもパソコンには仕事関係の書類があるからって触らせてくれないんだ。それはちょっと怪しいわね。お姉ちゃん信じて、私は家賃滞納なんてするつもりないし、ちゃんと払ってるつもりだったの。困ってた時にすぐ助けてくれたお姉ちゃんを裏切るなんて、そんなこと絶対にありえないから。ゆい、ごめんね、感情的に怒っちゃって。うん、絵画の仕事も大変だろうし、そこで家賃滞納なんて苛立つ気持ちもわかるよ。あ、そうよ、こんな優しいゆいが悪意を持って滞納なんてするわけないよね。本当に疑ってごめんね。全然気にしないで。それじゃあ調べてすぐ連絡するね。ハヤトくん久しぶり。最近どう？経営の方は順調かな？みつきさんから連絡なんて珍しいですね。まあでもとりあえず経営の方はそこそこですかね。地味に軌道に乗りつつあるっていうか。へえ、それは良かったわね。でも俺ぐらいになるとこれくらいじゃ満足できないっていうか、起業するからには夢はでっかく、年商1億ですよね。それは壮大ね。でも具体的にはどんな感じなの？年商1億今年中にできそうなの？え、今年中？いや、さすがに今年は無理ですって。平凡社員の美月さんには想像つかないでしょうけど、会社経営って本当に大変なんですから。そうかな。きっとハヤトくんならできると思うけどな。だって平凡社員の私とは違うみたいだし。まあ確かに俺は優秀ですけどね。やっぱりそろそろ本気出すべきっすかね。いつまでもこんな安物臭いマンションで暮らすのもあれですし。そうよね。せっかくの高級タワマン暮らしからこんなところじゃね。いやー、ほんと落ちぶれるとこまで落ちぶれちゃいましたよ。だから頑張ってもっと稼いでやります。すぐに高級タワマンに戻ってやりますよ。うんうん、素晴らしい意気込みだね。じゃあもういっそ今から出ていこうか。え、いっそホームレスぐらいになった方がやる気出るんじゃない？起業家ならどん底からの成功物語とか憧れるでしょ。ちょっと待ってくださいよ。急にどうしたんですか？そんな冗談きついですって。え、冗談じゃなくて本気だよ。え、それに待ってくれって言うけどさ、私も十分待ってると思うんだけどな。一体いつになったら家賃を払ってくれる日が来るのかな？いっそ段ボールハウスなら何もお金かからないからおすすめだよ。何言ってるんですか？僕たちはちゃんと美月さんの口座に家賃を振り込んでますよ。もう全部わかってるんだよね。ハヤトくんさ、ゆいの給料勝手に使い込んでるよね。え、毎月の家賃分だって渡されてるお金振り込んでふりしてるよね。本当は全部自分のポケットに入れてるよね。あ、いや、それはあんたのおかげで妹と仲違い仕掛けたのよ。もし本当にこじれてたら一体どうするつもりだったのよ。すいませんでした。ほんの出来心だったんです。実は企業があまりうまくいってなくて、それで少しでも事業資金をかき集めたかっただけなんです。出来心ね。本当に申し訳ありません。でも少しずつ軌道に乗り始めたんです。来月はちゃんと払いますから約束します。意外とすぐに認めてくれて嬉しいよ。しかもすぐに謝ってくれたのは意外かな。でもその言い訳さ、ゆいにも同じこと言えるのかな？え、家賃滞納していた理由、ゆいの目を見てはっきり言えるのかって聞いてんのよ。あんたは起業すらしてないくせに、それでよくペラペラと次から次へと嘘をつくわね。え、なんでそれを。全部わかってるって言ったでしょ。本当は起業の夢を追いかけての退職じゃなくてクビだよね。それも知ってるんですか？うん、ゆいと二人でこっそり調べたの。まさか若手の女子社員に手を出そうとしてたなんて。
そして相手から訴えられてクビって情けない話よね。それは、まあ、ハヤト君は結構プライドが高いタイプだもんね。だからクビになった理由も何もかも話したくなかったんでしょ？そしてそれを隠すために起業するって嘘をついちゃったってところかな。ここまで何か反論はあるかな？本当に違うんです。僕は悪くないんです。新人女が悪いんです。俺に色目使ってきたのに、毎日挨拶してきて、絶対に俺に気があるはずなのに、だから俺から食事誘ってやったのに断るし、挙句の果てに告げ口しやがって！ねえ、そのくだらない言い訳いつまで続く感じ？それを聞いたら私に家賃って振り込まれるのかな？この度は本当にすみませんでした。家には俺から直接全部話します。仕事も真面目に探します。だからこのマンションから出ていけなんて言わないでください。追い出されたら本当に行く場所がないんです。そんなのお姉ちゃんが言わなくても私が言うよ。今すぐそのマンションから出て行って、そして私と離婚して。私とまさかイエイなのか？驚いた？そりゃそうよね。お姉ちゃん今海外赴任中だし、私もあんたの顔を見たくなくて日本を出てきちゃったの。ハヤトの嘘を全部知って、一気に何もかもどうでもよくなったんだよね。だから全部投げ捨ててこっちに来ちゃった。仕事も辞めてやったわ。嘘だろ？私はあなたと違って嘘なんてつきません。もちろん、実は退職じゃなくてクビですってことでもないから。問題も何も起こしてない。純粋に辞めますって退職届を出してきただけだから。頼むからまずは俺に説明させてくれ。説明？何を説明するっていうの？ハヤトの嘘で塗り固められた華々しい企業秘話？それとも、若い女性社員にこじらせて、会社をクビになった哀れな物語？それを聞いたら、私に何かメリットあるのかな？私ね、ハヤトの夢を本気で信じてたの。だからいきなり退職してきたって言った時も責めなかった。その日から私だけの稼ぎで生活することになっても耐えてきた。だから毎日生活費も将来の事業資金も全部出してきたの。休日だってバイトしてハヤトを支えてきたの。わかってる。ユイには本当に感謝してるよ。なのに俺は嘘をついて本当にごめん。ごめんで済むなら警察はいらないんだわ。とりあえず私があなたに渡してきたお金全部返してくれないかな。え？起業してないならどこに消えたのかな？確認したら二人の貯金もごっそり消えてたんだけど。お姉ちゃんへの家賃、私の給料、二人の貯金、今すぐ返してくれないかな？ごめんなさい。全部 FX で消えました。こうなったら一発逆転の投資家になろうとしたけど、全額負けてなんなら今借金もあります。そこまでは知らなかったわ。てっきりギャンブルか何かにつぎ込んで消えたのかと思ってたけど、まさか借金まであるとはね。本当にごめん。これからは真剣に仕事を探すし、ちゃんと働く。借金もちゃんと自分で返すよ。だから戻ってきてくれるよね。俺のことを捨てないよね。はあ？さっき離婚してくれって言ったでしょ。もうあんたと夫婦ではいられない。妻として支える気持ちもないの。そんな、今すぐそのマンションから出て行って、そして私と離婚して。嫌だ！ユイ、俺には他に行くところがないんだ！俺にはもうお前しかいないんだ！あなたはそうでも私はそうじゃないから。しばらくはお姉ちゃんのところでのんびりするよ。誰かさんのせいで休みなく働き続けてたし、たまには休みたいの。ユイ、頼む！俺を見捨てないでくれ！俺待ってるから！ニツキさんにも謝るし、これからは謙虚に頑張るから！お姉ちゃんに謝るのは当然だろ、この嘘つき男！何が一番許せないって、私のお姉ちゃんの優しさを利用したことよ。どうせ家賃滞納もお姉ちゃんなら許してくれると思ってたんでしょ。それってつまり私のお姉ちゃんを見下してたってことだよね。そういうわけじゃないんだ。でもほら、二人ってすごく仲がいいしさ、そもそも家賃の約束は建前みたいなもので、本当は免除かなって思って。仲がいいからこそ迷惑をかけたくないって思うものなのよ。相手の善意につけ込もうなんて本気でありえないから。ごめんなさい。私が帰国するまでに荷物まとめて出て行って、もしマンションにいたら不法侵入でお姉ちゃんに通報してもらうから。え？私は約束を守る女だからね。本気だよ。分かったら荷物まとめて消え失せな、この最低無職野郎が。その後ヤイはたっぷり1ヶ月ほど休暇を楽しんでから日本へ帰国。私のマンションに帰るとハヤトさんは綺麗に荷物ごと消えていて、本当にすみませんでしたと記入済みの離婚届も書かれていたそうです。
噂ではハヤトさんはご実家に帰り、親戚の会社で働かせてもらいながら少しずつユイに使い込んだお金を返済しているようです。そしてユイは今も私のマンションに住み続け、綺麗に管理してくれて助かっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。